アラスカのインノケンティは、聖教会の主教であり聖人。アメリカ聖教会の霊明期に、重要な聖人であるほか、米国聖教会でも、聖人として扱われている。アレウト語の表記法も考案し、翻訳を行いつつ、アラスカとシベリアへの宣教を行ったことから、北米の足と、アラスカとシベリアのミツテル社との称号が付されることがある。晩年には、 モスクワフ主教も務めた。同盟人物との区別の際、地名、損傷のほか聖であるベニアミノフも用いられる。日本の函館を訪れたことがあり、日本で初めて主教義等による生体礼儀を行った人物でもある。また、日本のアシット星ニコライとニコライエフスクと函館で会っており、ニコライに日本語学習に先進するよう指導した。 1797年8月26日に、イルクーツク州、アンギンスコエ村に生まれる。俗名は、イヴァン・エブセービッチ・ポポフ。後に司祭となった、祭の名として記述される、イオアン・ベニアミノフの、イオアンは、ロシア語表記、イヴァンの、教会スラブ語再建音によるものである。1807年にイルクーツク神学校に入学。 1817年の卒業前に結婚し、タスクサイとなって、イルクーツクの生新女福音聖堂に奉職1818 18年に神学校を卒業すると、教会学校の講師に任じられ、1821年には、同教会の司祭に任じられる。1823年までの短い任であったが、人々の尊敬と信頼を得ていたと伝えられる。現代のウナらすか。 左に、聖教会の聖堂が映っている。1823年5月7日、新しい認知である、アリューシャン列島の島、ウナラスカに向かって、イルクーツクを出発するが、交通機関の発達していない当時、旅は、困難を極め、目的地であるウナラスカに着いたのは、翌1824年7月29日のことで、あった。到着してからまず聖堂を建てるが、 大工としての才能もあったヨアンは原住民に建築を指導しつつ、自らも工事に参加。種の商店制度が完成する。また、アレウト語を学んだ。当時文字を持たなかった、アレウト語にロシア語などに使われる、キリル文字によるアルファベット表記法を考案。聖教用り、福音書、アレウト語に翻訳。 天国への道しるべも、アレウト語で書いた。管轄していた教区は広大であり、その戦況、指導には大変な困難があった。島から島へと、バイダルカと呼ばれるカヌーで海峡を横断して、管轄区を回ったが、そのカヌーはカズトが座るのが、精一杯という代物であり、風雨の中、海をカヌーで渡ることも珍しくなかった。 風雨の中で身体全体を濡らしてしまった後は、ゆるたと呼ばれるゴミの中で休息を取るのが慰めであった。そのような状況の中、各地で生体礼儀、通会機密などの方針令を司通し、説教を行って回った。イオアン神父一家は、最初、デードで作った小屋に住んでいたが、その後自分で木造小屋を建て、柱時計、家具も自分で作り、 漁業用の網まで自分で作った。この間、アリューシャン列島の知識、民族の研究を行い、その成果は現代でも貴重な資料となっている。1834年、10年間住んだウマラスカを去り、死とかに移る。ここでも、同様の苦難の中で戦況を行った。1839年、家族をイルクーツクに返し、自分は、 サンクトペテルブルクにアレウト語の翻訳書を出版するために出発した。モスクワフ主教フィラレートの配慮などにより、この出版は実現した。死とかの再建された、天使主ミハイル大聖堂モスクワフ主教時代のインノケンティの肖像。被っている白い黒ブークは、ロシア正教会にあっては、不シ脅威を示す。サンクトペテルブルク滞在中、イオアン神父は、 妻が英明したという知らせを受ける。これを知った政務会員と皇帝ニコライ一世はイオアンに修道士となり、さらに初代のアラスカ及びカムチャッカの主教となるよう盛んに進めた。イオアンは長い祈りの後、この申し出を受けた。こうして、当初は最大司祭であったイオアン神父であったが、妻が英明したことで押されて修道士となり、 1840年に初のアラスカ主教となることとなった。修道名であるインノケンティは、シベリアの最初の聖教伝道者であるイルクーツクのインノケンティにちなんだものである。1841年、主教となったインノケンティは、首都下に戻る。伝道学校、小学校、個人院を設置。1848年には、天使主ミハイル大聖堂を建立した。 この大聖堂は1966年に累承のため全焼してしまったが、1976年に原型に忠実な形で再建された。1850年から1860年にかけて、シベリアの原住民とアムール川流域の原住民に伝道を行った。その中には、現地の朝鮮人も含まれていたとされる。 カムチャッカにも赴き、その際暴風雨を避けて、函館に寄港したおり、日本にいたニコライカサートキンと出会い、助言を与えた。1862年、シトカからシベリアのブラゴベシチェンスクに、主教座が移り、インノケンティモスマイを移した。1867年、前任のフィラレートを継いで、当時ロシア正教会で、 最高の地位であるモスクワ及びコロムナの不主教となる。インノケンティは、元は、最大司祭であり、学歴も高くなかったが、その伝道活動の熱心さと成果が評価されての、選出であった。不主教となったインノケンティは1870年、ロシア正教会史上初となる、伝道機関を組織化し、自ら伝道教会協会長となった。 各地向けに作られた電動会社の電動対象地域としては中国、ウラルアルタイ、シベリア、日本、朝鮮が挙げられる。イタリ生産者性セ,セルギー大修道院の生新女、終身大聖堂内にある普及帯を収めた世紀1879年3月31日、永民。普及帯はイタリ生産者性セ,セルギー大修道院の 生信女終身大聖堂に安置されている。1860年にニコライエフスクで、1861年に、函館で、インノケンティと、日本に、聖教伝道を行おうとしていたニコライカサートキンが、会っている。現場にいる者の,の貴重な伝道の体験談を、ニコライは、インノケンティから、ニコライエフスクで聞くこととなった。インノケンティ大主教が函館に立ち寄ったのは、 軍艦でカムチャッカに向かう途中暴風雨にあったため函館に寄港したことによるものであり多分に偶発的であった函館でインノケンティは領事館内の聖堂で生態礼儀を行っているが主教義とによる生態礼儀は日本におけるものとしてはこれが初めてである函館で二人が会った時のものとして以下のようなエピソードが伝えられている 足とニコライ・インノケンティ大主教がニコライの部屋を訪れるとニコライの机場にはフランスとドイツの神学書が置かれていた。インノケンティがニコライに何のためにこれを読んでいるのかを尋ねるとニコライはフランス語、ドイツ語を忘れないように読んでいると答えた。インノケンティは君は今こんなことをしている場合ではない。もっぱら日本語を学ぶようにと叱ったと伝えられる。 それまでもニコライは日本語を学んでいたが、この後さらに、日本語の学習に熱を入れ、後に、新約聖書、祈祷書を中井族くマローと共に、漢文訓読隊に近い文体で翻訳するまでに、日本語に習熟した。英語媒体では北米などへの宣教の業績が重視、されて、北米の足と、アラスカとシベリアのミツテル社といった呼称が使われる、傾向がある。 これに対しロシア語媒体では、モスクワ不主教としての経歴が重視されて、モスクワ及びコロムナの不主教、生成者、インノケンティと呼ばれる傾向がある。他方、アラスカとシベリアのミツテル社、モスクワ不主教のように、両者が合わせて使われることもある。こうした、故障の地域差は、本記事のインノケンティに限らず、正教会の聖人によく見られるもので、 例えばアンドロニク・ニコリスキーは、ロシア正教会では、ペルミの主教として記憶されるが、日本正教会では、初代教徒の主教として記憶される。ありがとうございます。